神の国冒頭部分1470年制作本神の国は5世紀初頭に書かれたアウグスティヌス後期の主要著作である。世界の創造以来の歴史を地の国とそれに覆われ、隠されている神の国の二つの歴史として叙述する。前22巻よりなり、前半10巻で地の国を、後半12巻で神の国を論ずる。 アウグスティヌスは410年のゴート族によるローマ陥落を機に紛失したキリスト教への避難に、この著作によって答えた。デチバターテデイ、1483全22巻から、なり、第1巻から第10巻までの第1部と、第11巻から第22巻までの第2部に、大別される。マルセリノスの求めに応じ、神の国を創立者である神の神を誹謗する。 異教徒たちに対して弁護すると述べる。神の国の最高の法は、神はおごる者に抗い、減り下る者に恩寵を賜うところにある。偶像教は道徳を支持するどころか、背徳を,講を宗教的行事において、是認推奨している。また、異教徒によるクリスチャンへの迫害、クリスチャン婦女への暴行について考察する。ローマの歴史を考察し、キリスト教の広まる前、 偶像教の神々が崇拝されていた時、ローマに多くの災害があったと指摘する。その災害の第一は道徳的堕落である。これらの神々は未だかつてローマ人に道徳を与えなかったばかりでなく、因外な祭典すら要求した。アウグスティヌスは彼らの女神の祭礼について描写し、このような醜悪な祭典を好む神々は、不条の汚きに違いないと断言する。 アウグスティヌスの訴えは、異教を捨てて、キリスト教に改心しなければならない。神々は悪霊だというものである。ローマの歴史について、ローマの発展は、真の意味においては、神々ではなく、唯一真の神のお胸によると述べる。ユダヤ人が世界に散らされたのは、これによって、虚偽の神々の偶像、祭壇神殿等が、こぼたれるためである。アウグスティヌスは偉大な、 ローマの魂をキリスト教の信仰のために死をも辞さなかった殉教者の群れのうちに発見する。現在の問題。人間の罪とその刑罰として人間に与えられる死について。悪魔の国の終焉、すなわち永遠の刑罰について。生徒に対する永遠の祝福と他のものに対する永遠の刑罰の約束について。天において生徒は罪を犯すことのできない。 自由意志を受ける。祝福された者は、自分自身について知るとともに、滅ぼされた者たちの永遠の苦しみを知る。岩下 P96 から102、中山 P61 から74、岩下 P102 から110、中山 P75 から77、中山 P78 から82、中山 P83、岩下 P111 から116、 中山 P135 から141、中山 P713 から174、中山 P174 から186、ありがとうございます。